名前はフラフ。旗を意味するオランダ語のフラフ、または英語のフラッグに由来していると言われています。5月、男の子の成長を祝い、空に鯉のぼりが揚げられます。高知では鯉のぼりと一緒に大きなフラフが揚がります。19世紀から続く風習で、当時の外国との玄関口長崎からもたらされたとも言われています。フラフに描かれるのは勇ましい武士の姿や、昔話に出てくる元気の良い男の子。子供のたくましく健やかな成長を願う気持ちが込められています。高知でフラフが根付いたのは、常に外に目を向けている人々の気質があるからだと、5代続く染物屋の主人吉川さんは言います。高知の人間は新しいものは本当にすぐ受け入れやすいんじゃないかと思いますよね。それほど保守的じゃないとは思いますね。で、まあ仕事に関してもそうですけど、こういう伝統的な仕事をしてましても、新しいものは常に取り入れていきたいなと思いますね。今でもフラフは一枚一枚手作りされます。まず米を糊状にしたもので絵の輪郭線を描きます。一本の線で一気に描く力強い絵柄の秘訣です。鮮やかな色もフラフの特徴です。空は緑色、そして顔はオレンジ色。まあ、色はね、高知はご存知のように南国ですんでね、南国のなんていうか、そういうイメージを大切にして明るい感じでっていうふうに考えて作ってますね。なるべくバックの色なんかも、いわゆる雲なんかでも灰色みたいな感じにはしないように、パンと見て元気が出るような感じのものを作っていきたいなと思って、そういうイメージでやってます。伝統的に高知では色彩豊かな絵が描かれてきました。夏の祭りには150年前この地で芝居絵を描いた絵師の絵が飾られます。彼の名は広瀬金蔵、通称絵金。その絵は力強く、そして色鮮やか。赤や黄色、緑に青、原色を多用し強烈な印象を与えます。フラフ作りの初代職人はこの絵師に学びました。フラフは大きなものでは2週間かけて丁寧に作られます。
昔から高知を彩ってきた鮮やかな色です。新しさと伝統を併せ持つフラフ、力強く南国高知の空に舞っています。豊かな自然とともに生きてきた高知の人々、外からのものを取り入れながら自然や風土を生かし、ここでしか見ることのできない独自の文化を生み出してきました。その営みは今なお人々によって受け継がれています。